えー、こんにちは。ストッカー塾の久保です。まあ、いわゆる、反社会勢力と今では言われている、まあ、ヤクザとか暴力団っていうね、そういった組織の方々ですけども、彼らの資金繰りとか活動状況が非常にね、苦しくなったのはなぜかっていうと、だって銀行口座が作れないわけですよ。で、その組織を離れても5年間ぐらいは、同じように所属しているものとみなされて、銀行口座作れないわけですよ。携帯電話も持てないですしね、車のローンも組めない、保険にも入れない。 むちゃくちゃですよ。部屋も借りれないんでしたっけね。もうそうなってくると、これね、資金を立たれるってことは命を絶たれる。人権がなくなるとの同じなんですよ。だからこれはね、あの、ヤクザさんと言っても、はっきり言いますよ。中小企業とか政治家さん、ヤクザを使ってきたわけですよ、今まで。取り立てが難しい債権を流して、 買い取ってもらうみたいなね。例えば1000万円の債券がどうしてもね、なかなか取りっぱぐれてるなと思ったら、それを2割ぐらいで、いわゆるヤクザさんに売ってね。で、えぇ、ー、少しでも損失がないようにするとか。それから、そういった債券の取り立てっていうのは大体、あの、取り立てたお金の半々で割っていきますからね。まあそういった細かいことはいいんですけども、とにかくね、政治家さんとか中小企業、はっきり言ってずーっと、 手を汚さずに見えるのは、ヤクザを使ってきたからですよ。で、それを今になってね、もうだいぶ法整備が進んだりとか、自分たちが、まあ、有利に立ったからといって、あ、もう、おヤクザさんに、もう、力を貸す、借りることはなくなったな、って、手のひらを返すように、そういう人たちの人権を奪いに行くとかね。で、私も商売をやってるときに、見かじめるよっていうのがあったわけですよ。私も飲食店とかね、それから、 まあ、マージャン店をはじめとするレジャーの店もやってましたんでね。ただ、三め治療っていうのは、どんなに経営が厳しい時でも、赤字の時でも取りに来るわけですよ。でもね、なんていうのかな。それは、まあ、必要なものだと思う人は払ってるわけなんですよね。うん、それによって自分の商売が守られてると思えば。これは言ってみれば、行政が行き届いていないからこういうことが起きるわけなんですよね。じゃあ今、行政が行き届いてきたかっていうと、行き届いてないです、はっきり言って。 めちゃくちゃなお客さん来ますしね。それこそ営業妨害するのは自粛警察みたいなのも最近生まれてるわけですよ。そういった自粛警察が生まれないようにするために、いわゆる見かじめってのがあってね。ちょっとうちの店変な人がさ、ケチつけてんだよっていうふうに相談すれば、よっしゃ黙らせたろみたいな感じで安全に商売ができるみたいなことがあったわけですよ。そういうところに警察って入ってくれますかね民事深い入でしょもうめちゃくちゃなんですよ。で、今回何が言いたいかっていうと、 そのヤクザの資金源を立った方法と同じように飲食店の資金源を立とうとしているのがこの西村経済破壊担当大臣ですよ。このね、腹が立ちますよね、この人の顔を見るだけで。早く退場してほしいし、目の前にいたらぶん殴りますよね、必ずね。もう、ね、懲役行ってありますわ、みたいな人もいるかもしれないですよ。この人のおかげで生活壊されて。いや、そのぐらいひどい話だなと思いましたね、私はね。私は今、店をやってるわけでもないですし、はっきり言って、このコロナのね、影響を受けて、 金銭的に困ったってことにはなってないんで、特に怒りはないんですけども、自分が店をやっていたとしたら、毎日のようにこの人の顔がね、怨念とともに浮かぶんじゃないかなと思いますよね。皆さんどうですかね。で、具体的にどういうことを言ったかっていうと、それ飲食店の酒類提供に応じない店舗に対しては、金融機関の方から圧力をかけてくださいってことを、記者会見で明言してるわけですよ。ひどい話ですよね、これね。で、プラスね、 酒の卸の業者に、そういうところには酒を卸すなって言ってるわけですよ。氷濃い攻めですよね。じゃあ、飲食店さんとか、バーとかね、スナックって何、何で経営すればいいんですかね。そういう全然分かってないんですよ、この人は。だからこういう人間が、経済再生担当とかいうことがもう本当にね、あの、おこがましいというか、全然的外れですよ。で、こっからは、あの、推測論は出ないんですけども、かなり、そう思われても仕方がないかなってとことです。そうやって疲弊した飲食店。 財政的に困った時に何をするかっていうと、自分の店や権利を買い取ってくれるところを探すんですよ。で、そこにやってくるのが、ある外国の商売勢力ですよ。そこがですね、よっしゃ、うちが金出したろうみたいな感じで、その店の権利を買い取る、その店の経営権を買い取る、そして従業員もそのまま雇用してあげるよって形で、それまでのオーナーは雇われ店長として雇ってあげるって形になります。どうなりますこの飲食店って、私たち日本人が、 ずっと通い続けて支えた、そして業者さんが納品して、みんなで作り上げた、国民が作り上げた飲食店ですよ。これがいつの間にかオーナー外国人になって、働けば働くほど、利用すれば利用するほど、その資金が海外に流れる、どっか特定の国に流れるってことになるんですよ。それをこの西村経済破壊担当大臣は格索してるというふうにね、思われても仕方がないようなことをしてるわけですよ。で、撤回はしましたけども、撤回しただけですからね、これまたこんなこと言われることがあると思いますよ。 そのうち憲兵でも出てくるんじゃないですかね。とにかくひどい人間ですよ、この人は。もうね、閣僚たる資格はない。ね。それこそ、町内会の会計さんの方がまだいい仕事しますよ。これ何を考えてるんですかね。この人に家族はいないんでしょうか。お父さんお母さんはご存命でしょうか。本当にね、ご家族の方は、こういう人が自分の誇らしく仕事をしていることをね、恥じないといけないですよ。 これが国民のためになってるんですかね。本当にこの人が何もしない方が国民のためですよね。いない方が国民のためというかね。もちろん西村あ経済担当大臣に対して私は恨みがありません。この,あの役職は不相応だと言ってるわけですからね。権力に対しての苦言だと思っていただければ幸いでございます。それではさようなら。